我々が泊まる日は303。ここ303ですね。どうぞ。なんか入って。こんな感じです。二段ベッド、それか上ですね。綺麗だったこの辺も。私は下でした、トリプル。水がありました。新潮浴室サウナ10時まで。レストランみたいですね。我々は来なかったですけど、夕食1900円でした。展望デッキの外に出てですね、眺めてます。ソラ君は星がめっちゃ綺麗でプラネタリウムみたいだって言ってるんですけど、私は目が悪いんでですね、全く見えないですね。ソラ君の向こうに明かりが少し見えると思うんですけど、多分今ですね福島沖ぐらいを航行してるんじゃないですか。今時刻はですね夜の8時43分ですね。それから星綺麗綺麗ね。え、すごいって言ってるんだけど私には全然見えないですね。あの明かりが見えるでしょうか、かすかに。私とソラ君はですね、船に入ってですねすぐ寝てしまいました。6時半出港だったんですけど、出港のシーンも撮ることはできないのでですね、もうずっと寝てました。目が覚めたのが、8時半です。状況はこんな感じですね。薄ぼんやり赤く見えるのはですね大きな煙突ですね。
から煙が出てます。見えないと思うんですけれども、今タービンですね、香港に行って回ってると思うんですけども、あ、見てください、救命ボートです。この間ですね、火事があった時みんなこれに乗って避難したんじゃないでしょうか。これ怖いね、これ。これに乗って避難したんだ、これ。これはあのお土産コーナーですね。サンフラワーの模型ですね。中開けるとこういうのが入ってるみたいですね。こっちは週刊誌が置いてありますね。北海道の地図も全体のあります、ね、これ欲しいな、道の駅マップ。買おうかな、これ後で買おう。こっちもなんかサンフラワー系のお土産がいっぱいありますね。これは飲み物、お菓子、お酒、見てください、ウイスキーとかですね、ビールとか、このなんかおつまみになるようなのがあってますね。どれ？キリンガラナってこれなんだろうね。今アルコールストーブに作ってますんで、これを元に作ろうと。あ、ビーフカレーあった。これがサンフラワーの船内ご案内って書いてあります。我々がいるところはですね、このカジュアルルームってところですね。一番下の層になります。この303というところにありますね。その上がエコノミールームとかですね、スタンダードルーム。スタンダードルームってのはですね、個室だと思いますよ。このブルーのところですね、これ個室ですね。これエコノミールームって言って一番雑魚寝ですね。我々のところは一応あの2段ベッドになってる。見てください、これスタンダードルームですね。これみんな個室ですね。これは高いです。